ホムンよ、故郷を見よは、小松左京の中編 SF 小説。宇宙人1963年71号、72号に、掲載された。パルファ系と呼ばれる、星間文明世界の辺境の地、植民性、カンピア十番星を訪れた科学者のノルト・ウリギアは、総督たオりの案内で、カンピア十番の先住民、ホムンの村を訪れた。彼らは、 通常のパルファビトが10本指であるのと違い、11本の指を持っているのだ。そのため彼らは本星人の差別と迫害を恐れて、辺境の地に隠れ住んでいる。彼らの独特の文化に魅了されたノルト・ウリギアは、村人や差別を解消し、同化を目指すた織の反対を押し切り、考古学調査を進める。ホムンの知識人で医師である青年、コルパトは秘密裏に、 彼らをホムンの歴史を研究する、ヤムロー人に引き合わせる。彼の語る伝承を手がかりに発掘調査を進める。うちに、ホムンの驚くべき秘密を彼らは知ることになる。この物語の背景のトリックとして、奇数法についてのうんちくが効果的に使われている。タイトルの、ホムンよ故郷を見よは、トーマスウルフの、天使よ故郷を見よの文字りである。 以下の単行本に収録。ありがとうございます。